エジプト第二中間期。エジプト第二中間期。紀元前1782年頃引く。紀元前1570年頃は、古代エジプト史における時代区分の一つ。第十三王朝から第十七王朝までをこの時代に区分するのが一般的である。ただし、第十三王朝や第十四王朝を中央国に含める見解もある。おおむね。 中央国時代の統一が崩れ、下エジプト、ナイル川三角州地帯に、ヒクソス、ヘカカスウト異国の支配者たちの意と呼ばれる、移民が第15王朝を築いて、支配を確立していた時代が、第2中間期に分類される。第17王朝の王たちによる、対ヒクソス戦争の結果、第15王朝は滅ぼされ、ヒクソスの政権は和解。第二中間期の分裂は収拾され、 再び、エジプトが統一、古代エジプト史上最も繁栄した新王国時代が始まる。ヒクソスについての詳細はヒクソスを参照。エジプトには、第一中間期時代から次第にアジア人を中心とした外国人を傭兵や奴隷などとして導入する動きが活発になった。すでに第一中間期の文献にもアジア人に関する数々の記録が残されるようになっている。 こうしてエジプト内に定着していった外国人たちは次第にエジプト国内で地方を築き中央国時代には行位の官職にも登用されるようになっていった中央国は第12王朝時代に完成された官僚制によってエジプトを統治していた第12王朝を引き継いだ第13王朝時代には王権が弱体化したものの 官僚たちの最上位に立つ最小を実質的な統治者と品を全エジプトに支配を及ぼした。王権の弱体化と関連するかどうか必ずしも明らかではないが、第十三王朝時代末期には中央国はその統制力を失い、下エジプトで自立政権が誕生し、エジプトの統一は崩れた。下エジプトに打ち立てられた政権は、干渉的に第十四第十五 第16の3王朝に分類されているが、第14、第16王朝についてはいくつもの軍将政権をまとめたものである可能性もある。これら、下エジプトで権力を握った人々の中には、シリアパレスチナ系の名前を持っているものが頻繁に登場する。こういった異民族たちは、ヒクソスと呼ばれる。この中でも一般に、ヒクソス、ヒクソス政権などと呼ばれるのは、 第十五王朝である。第十五王朝は、紀元前十七世紀半ば頃までには、エジプトの首都メンフィスからゲイエジプト東部、そしてパレスチナに至る地方に直接支配を確立した。ゲイエジプト西部では、第十六王朝に分類される、諸首長が第十五王朝の派遣の下で活動し、上エジプト、ナイル川上流でも、最有力のテーベ、古代エプト語、ネウト、 現在のルクソール政権第17王朝をはじめとした諸公が第15王朝の覇権の下に置かれた。第15王朝、すなわちヒクソスによる支配は後世のエジプト人の記録では暴力と悪に満たされた野蛮な統治であったとされているが、現代の学者はこのようなエジプト人の歴史観を基本的に支持していい。少なくても、 ヒクソスの人々はいくつかの外来の風習をもたらしたことを除けばエジプト文化を取り入れていたし国家機構もその多くはエジプトの旧来のものを引き継いでいたヒクソスの派遣のもとに甘んじていた第十七王朝はやがて反ヒクソスの軍事行動を起こした世間縁ら全1574頃王が始めたこの軍事行動は彼の二人の息子 カーメスとイアフメス一世によって引き継がれ、最終的にイアフメス一世は紀元前16世紀半場頃までに第15王朝を滅ぼしてエジプトからヒクソス勢力を一掃し、これを追ってパレスチナまで支配下に収めた。こうして再びエジプトは統一され、古代エジプト史上最も繁栄した新王国時代が始まる。動乱の時代につきものであるが、 第二中間期の歴史を伝える資料は乏しい。第十七王朝については、この王朝によってエジプトが統一したこともあり、比較的記録が多い。とりわけ重要な記録は、大ヒクソス戦争を始めた世間ンエンラー王に関する後世の説は、アポフィスト世間エンラーの争いや、カーメス王の戦勝記念碑、水軍の船長であったイバナの息子ヤフメスの墓に記された伝記などで、 視点が第17王朝側に偏っているものの、対ソス戦争の具体的な経過を知るためには、必ず参照されるものである。また、第20王朝時代に記録されたアポットパピルスという文書も貴重である。これは、第20王朝時代に実施された王母の見回り、調査記録であり、第17王朝のアンテフ5世からカーメス王にいるまでの6王母に関する記述がある。 このパピルスの記事は、現代の学者が、応募の所有者を特定するのに非常に役立ったほか、すでに原型をとどめていないこれらの応募が、元来は小規模なピラミッド状の構造を持っていた、ことを明らかにしている。一方で、ヒクソス、第十五王朝に関する同時代の文書資料は、ほとんど残されていない。これは彼らが直接支配したのが、 ナイル川三角州の限られた地方だけであったことも原因であるが、それ以上に異民族によるエジプト支配が屈辱的なものとみなされて、エジプト統一がナルやヒクソスに関連した記念物の多くが破壊されてしまったことが大きな理由である。後世にヒクソスについて書かれた記録はいずれも著しい偏見と敵意に満ちており、信憑性に問題があるものが多い。考古学的には、 ヒクソスの拠点アバリスなどの遺跡が残されており、それらから発見された数々の小規模遺物が貴重な情報を提供している。特にこの時代に特徴的な遺物がスカラベである。これには、王名が付されているものも多く、第十五王朝の支配領域のほか、周辺諸地域の遺跡からも発見されており、ヒクソス王の名を現在に伝えている。また、 テルアルイコールヤフーディア式土器と呼ばれるシリア風の土器の分布状況が注目される。テルアルイコールヤフーディア、ユダヤ人のお菓子器という故障は、このタイプの土器が最初に発見された場所にちなむが、その後の調査の結果、このタイプの土器は中央国時代末期頃から登場し始めことが分かった。さらに、当初は主に北シリアで製作されたものが広く普及していたが、次第に生産拠点が、 現エジプトの東部に移動していった。この事実は、ヒクソス支配下において、拠点となったもエジプト東部の生産力が増大したことを示すとともに、土器を作る職人が、北シリア地方からエジプトへ移動した可能性をも示している。ヒクソス時代には、以前にも、まして対外貿易が活発化したらしく、ヒクソスにまつわる小規模遺物は、 クレタ島やキプロス島、メソポタミア、アナトリア半島などからも見つかっている。とりわけ、アバリスの遺跡から、クレタ様式の壁画断片が見つかったことは、ヒクソスとクレタ文化圏の関わりを示す興味深い事実である。第二中間期の支配者ヒクソス、すなわち第十五王朝は、エジプト世界から西アジアの一部を包括して、継続支配した王朝であり、 この王朝の存在によって、エジプトと他の西アジア地域は文化的にも政治的にも触れを密にした。無論旧来より人的交流や交易は盛んであったが、第二中間期の激動を経て、シリアパレスチナ情勢はエジプトの支配者にとって最も関心を払うべき問題の一つになっていた。外から侵入したとみなされたヒクソスの再来を恐れるエジプトの支配者たちが、 シリアパレスチナの支配によって安全保障を得ることを求めたとともに彼らがヒクソスが持っていたアジア地域に対する支配権を継承したとしてシリアパレスチナに対して領有権を有すると考えるようになっていたのであるこうしてエジプト世界と他のオリエント世界は緊密な関係を持った一つの政治世界を形成するようになったのである第二中間期に続く 新王国時代にはエジプトはオリエントの大国の一つとして巨大な影響力を振るうようになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。